氷川女除神社は、埼玉県埼玉市緑区にある神社。陶器上の宗教法人名称は、旧自体の氷川女帝神社である。武蔵区に一宮を称する。全国一宮会加盟者。旧社格は豪社。主催神廃止神氷川女除神社、廃殿氷川女除神社、鳥居社殿では、主神天皇の時代に、出雲大社から勧生して創建されたと伝える。 第日本地名辞書では、縁起式新名帳に記載されている、式内社、武蔵国足立郡焚き火目神社の論者としているが、焚き火目神社は、桶川志々の,の焚き火目神社とする説が有力である。天正19年には、徳川家康より、車両50国が寄進された。近世の文書や、拝殿の額に、武蔵国一宮と記されている。これは、 大宮の氷川神社と当社、及び中山神社の三社を一体のものとして、大宮の氷川神社が武蔵区に一宮であることから、当社もそれに含まれると解釈したものである。また、江戸時代に立花の三期がここから順配を始めたという、一宮巡り発祥の地であり、それらのことから現在は、氷川神社とともに、全国一宮会に加盟している。江戸名所杖には、 元日下神社という社名で搭載されている。元の見沼付近に位置する当社と日川神社、中山神社は直線上にある。太陽は下死に西北西の日川神社に沈み、当時には東南東の日川女帯神社から登るという稲作で重要な暦を正確に把握するための意図的な配置となっている。また三社の関係は右表のようになる。これらから 三社で一体の氷川神社を形成して、見沼を神池、お沼として、広大な神域を許していた、とする説がある。岩船祭り祭祀遺跡本殿裏手に複数社鎮座、する。有形文化財無形民俗文化財、史跡天然記念物所在地交通アクセス。ありがとうございます。